アイテム番号 SCP-607JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-607JP の周囲には携帯火器で武装した職員を配置し、部外者の立ち入りを禁止してください。カバーストーリーは基本的に、解体工事のため立ち入り禁止を適用しますが、カバーストーリーの変更を行う場合、レベル3以上の職員の許可を得てください。SCP-607JP 内に存在する SCP-607JP-1 および白骨は回収チーム（エクスプローラー）閉じが回収をなめ方。ています。回収されたものはサイト 8123A 送し、同サイトの標準収容コンテナにそれぞれ保管してください。空白。説明 SCP-607JP は和歌山県市に存在する廃墟です。外見的な老朽化が進んでいるにもかかわらず、外壁や骨組みは頑強であり、衝撃耐久実験においても極めて高い数値を示しています。SCP-607JP の異常性は、2階と3階と4階に存在します。その内部は明らかに SCP-607JP の外部から推測される面積より広く、一つの階層の総面積は約55万平方メートルです。各階層は、迷路のような、と形容される廊下と4003個の部屋で構成されています。部屋は縦8メートル×横8メートル×高さ8メートルの立方体で形成され、扉のみが存在し、窓はありません。廊下とほとんどの部屋には、未知の生物の白骨が散乱しています。多数確認されているものでは以下の種類等です。種類、考察、小人型、身長は50センチメートルほど。身長に比較して頭部が極端に大きい。廊下、部屋の両方で多数確認されている。コウモリ型、翼長は推定3メートル以上。ほとんどが廊下で確認され、部屋内で確認された例は少数。獣人型、頭骨のみが狼に似た生物のもので形成された人型の骨。身長は2メートル以上あったと考えられる。主に部屋内で発見されている。他、多種の白骨が発見されていますが、風化の進行が激しいものが多く、詳細な研究は進んでいません。また、4階の一室は、日光が差し込む作りとなっており、その内部には土が敷き詰められ、高さ1メートルほどの樹木が存在しています。樹木は括弧学名ピルスピリフォリア括弧閉じ、梨とよく似た未知の果物括弧以下。SCP-607JP-1 括弧閉じを3個から5個ほど不定期に出現させます。SCP-607JP-1 は高い栄養価を持ち、生物が経口摂取することで身体に良好な効果をもたらします。睡眠障害の若干の回復、含有されている括弧ストマイ括弧閉じ、ストレプトマイシンによる結核の回復、等の効果が D クラスを用いた実験によって確認されています。2000年現在、副作用といった悪影響も確認されていません。SCP-607JP は2010年7月12日、エージェントによって偶然に発見されました。同エージェントが使用での行動中、雨宿りにオブジェクト内へ入ったことがその発端です。その後、財団によって現在の収容体制が整えられました。SCP-607JP は1972年に、編集済みを目的として建築されましたが、利用者の減少から廃棄され、解体されないまま1980年以降放置されていたことが判明しています。財団の調査の結果、少なくとも2009年までは異常性を発揮していなかったことが分かっており、正確な時期を求めるため、現在も調査が継続されています。空白。ホイ SCP-607JP 内3階の一室から、古希英語によって書かれた冊子が発見されています。公開されている内容は以下の通りです。の日。本日も大量。人間の心臓は実に美味だ。肉の部位など硬くて食っていられぬ。食べているものは何が良いのだか。写真も良いところに召喚してくれたもの。我らはここから出られずとも、生涯食うに困らぬのだから。の日。最近、来る人間が少し減った気もする。人間どもに何か動きがあったらしい。矮小な人間が何をしようが無駄なことよ。あの病魔を払うにはこの果実を食べる以外にない。病魔がある限り、我々は永遠に繁栄するのだ。の日。今日は人間が来なかった。まあこのような日もあろう。人間は病魔を払う薬を開発したらしい。くだらん。
人間が作る薬などであの病魔が払えるものか。これからは人間を塩漬けにすべきだ、という意見が配下から出た。バカバカしい。保存食などまずくて食えたものではない。の日。今日も人間は来ない。なぜだ、あの病魔を払う方法は、この果実以外にないはず。あれだけ醜く群がってきた人間どもが、なぜ来ないのだ。空腹で腕が震える。筆をうまく持てない。思い出すのは、まずい、と捨てて言った人間の部位のことばかり。私はなぜあんなことを。嫌だ、死にたくない。誰かここから出してくれ。